イサキとサトシの大浴場、はい、始まりました。今回はですね、はい、サウナー専用スマートウォッチとも名高いシャオミスマートバンドの最新シリーズスマートバンド8が発売されたので、早速レビューしていきたいと思います。まあね、細かい画素数とかね、インチ数とか、そういうのはガジェット系の YouTuber さんがやってくれてるので、はい、僕たちはね、サウナに使えるのか、はい、まあ、あとは、まあ、以前出ているね、6とか、そういうものと比較してどうなのかっていうところを、ちょっとね、動画撮っていければと思います。はい。まあ、スマートバンドの使い方だったりとか、効果に関しては、以前、こちらの動画でもね、紹介してるので、はい、細かくはね、ぜひそちらを見てから、こちらを見ていただけると、わかりやすいかなと思います。うん、間違いない。はい。ということで行きましょう。Let's show me! これは決まるわ。さすがにな。ということでね、はい、発売が9月末ぐらいだったかな。そうだね。うん。日本での発売がね、すごい楽しみにされてたものがあって、はい、もう僕はね、もう早速購入させていただきました。羨ましいね。うん。ちょっと今日ね、届く予定なんだけど、そうなんだよね、まだ使ってないから。誰か来た。届いたんじゃねこれ、シャオミ。マジでこれ、やっちゃってんじゃないの。マジ？やばいだろ、届いた、届いたぞ、マジで届いたぞ。すごいね。いや、届いた、届いた、届いたね。よし、早速開封していきましょうか。早速ね。あ、ちょっと待ってください。はい、私ね、色ブラックでございます。あ、そうだね、ゴールドを選びました。はい、今回ね、2色展開してあります。はい、ね、私だけ買うのが遅れてしまってね、今日到着って言われてたんでね。うわー、いいね。おー、もうかっこいい、もうかっこいいよ、この中入ってる状態から。いいね、かっこいいよこれ。質感がね、ちょっと映ってる、ここの比較してほしいよね。ね、ちょっと外してみてよ。わかるのかなこれ。これね、ガチでうち先とね、打ち合わせなしでね、この色違いを買ったっていう ね、 ね、今回から2色展開っていうのね。いや、かっこいいね。かっこいいね。だいぶかっこいいよ。うん、うわ、いいね、ゴールドいいね。ゴールドいいよ、ちょっとなんか iPhone みたいな、新しく買った iPhone みたいな。うわ、羨ましいわ。電源がつかないけど、まあ今日はこれでね。それはね、やらせていただきますわ。来たばっかりだから。ということでね、役者は揃いましたので、はい。早速、スマートバンド8のね、まあすごいポイント、まあ大きく分けて3つ紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、いろいろ調べてきてくれたんでね。そうですね。はい。さっきも言ったんですけど、画素数だったりとかはね、もう一切関係なく、まあ僕1週間ぐらい使いました。はい。で、サウナでも使いました。はい。実際に使ってみた感じだとか、もう体感で分かる部分ね、お伝えしていければと思いますので、シャオミスマートバンド8、すごいポイント、その1。はい。アクセサリーの豊富さ。ちょっとね、画像も出してるんですけど、うん、コメント欄にリンク貼ってあるんで、ちょっとそれまず見てほしいです。こういう時計タイプのアクセサリーとして革のこういうバンドがあったりとか、うん、まあそれ一般的なんですけど、はい、他にもね、うん、ペンダントみたいなこうネックレスにして、これを、そう、これをね、ネックレスにできる。ネックレスにしたりとか、あとすごいのはね、スニーカーに装着して走ると歩幅だったりとか、そうなんだ、そう、足をついた衝撃とか、そういうのまで分かるっていうね、ランニングに特化した機能、それ専用のアクセサリーがこれ公式から発売されてます。すげえな。うん、あのね、スマートバンドっていう域を超えてますね。超えてるね。うん、マジでこれ、マジ見てほしいの、うん、すげえテンション上がるから。男の子ってそういうの好きじゃん。そうだね。でセブンまではなかったからね、そういうの。そうなんですよ。完全に新しくね、モデルチェンジって感じだね。うん、もうガラッとね、進化しております、うん、これが一つ目のね、アクセサリーっていう部分です。はいはい、そしてね、目玉ポイントその2、はい、使い勝手の良さでございます。使い勝手でしたね。はい、まあもちろんですよね。もちろんもちろん、はい、まあこれが発表された時にね、うん、重さとか大きさを見て、うん、やっぱね、若干セブンより分厚くて画面も大きくてちょっと重いと、うん、で僕はね、もともと6を使ってたんで、はい、6と7でもそもそも差が結構あるから、はい、結構心配してたんですよ。つけた感ないかなって。まあそうね、もうね、全然気になんない、うん、最初つけた時、6ユーザーだったらちょっと、あ、大きいなって思うかもしれないですけど、うん、もう次の日からは一切気にならなくなります。むしろこっちの大きさの方が好きだけどな、俺。まあそういう人もね、全然いると思う。うん、まあ好みの部分だからね。はい。なんで心配してた重さはクリアしましたと。はい。で、あとね、かなり便利機能として、うん、明るさ、自動調整してくれます。はい。まあ暗いサウナ室だと暗く、
点灯してくれるし、はい、明るいサウナ室だと明るく点灯してくれるんで、まあ、そこもね暗いサウナ室でピカーンとか光らないっていうのも、ね、はい、これかなり便利な機能だと思います、はい、日常生活でも便利だしね。そうだね、うん、暗い夜道でいきなり明るいのわーってなるもんね。そう、そういうのないです。でこれねマジ驚きだけど、はい、なんとねショートメール返信できます。マジマジでアップルウォッチやん。もういやそうなんですよ。 LINE はね残念ながら返信できないんですけど。 LINE は無理なのね。そう、 LINE は無理なんですよ。ショートメールの方は典型文だったら、ね、返信できるようになってます。あー今忙しいですとか。そう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 、こういうのねお仕事で使う人とか便利なんじゃないかなと思います。なるほどね。あとね、はい、画質とかのね使い勝手の部分なんですけど、はい、これはね実際に、はい、あのちょっと画角変えてね比較できればと思いますので、はい、ちょっとそっちまで飛びます。はい、ということでね、はい、まあ、大きさの方をねまず見ていただきたいんですけど、こんな感じ。左が6、右が8です。まあボロボロ加減で分かると思いますけどね。まあこんな感じで一回り二回りはね、そうだね、二回りぐらい違うね。ちょっとこれじゃあ実際に手にはめてみますね。はい、はい、つけましたけどね、これいかがでしょうか。結構違う？いやなんか画面のサイズがやっぱ現実の方がでかく見えるな、圧倒的に。まあ確かに動画じゃ伝わりづらいね。でこれ指紋じゃないですからね、左あの傷本当にねボロボロなのよ。使ったねー、セブン買ってないもんね。やって、うん、1年半ぐらい使ってますね、うん、じゃあちょっと持ち上げてスリープ解除っていう機能があって、手首をね、はい、こう返すとスリープが解除されるんですけど、そのスピード見ていきたいと思います、うん、もう全然違うね。これね本当に痒いところに手が届いてるわ、うん、ストレスフリーだね、うん、マジでストレスフリー。全然違うもんね。そうなのよ、見たい時にさ傾けてさ、あ、出なかったって言ってちょっと待ってると出たりするからさ、うん、出ない時もあるしね、普通に、まあ、とにかくストレスがなくて、これ実際使ってるこの分かります、スライドしてる時とかね、このほんと滑らかなんですよね、うん、超滑らか、縦も横も。これ6この後見たらびっくりしちゃうけど、見て遅れるし、うん、カクカクだし、うん、もうやっぱね8の後にこっち見ちゃうと、もう全然なんかパチモンかと思っちゃうぐらいね違うね、うん、まあ、多少古いっていうのもあるかもしれないですけど、ワークアウトとかもね、あ、その画面は7と一緒だね。そうだね、うん、まあこんな感じですと。やっぱさ、俺気づいたけどさ、心拍数出るの早いな。早いよね、うん、一瞬で出るもんね、うん、まだ出てません。あ、出た出た、ようやく出た、うん、という感じでね、こんな感じで、まあ、なかなかのストレスフリーさ、そして画質の綺麗さね、うん、これは見ていただければわかると思います、うん、そしてこのまま目玉ポイント3つ目いくんですけど、はい、これね、なんと Xiaomi スマートバンド8、はい、この盤面でゲームをすることができます。マジでゲーム？はい、ゲームのやり方なんですけど、このね数あるディスプレイ、まあ壁紙ですね、この中からねゲーム用のものをダウンロードするんですね。へえ。で例えばもうね、じゃあこれにしてみようかな。ダウンロードしてあるの？ダウンロードしてあります。お、プレイって書いてある。これね横画面なの。あ、落ちた。もうこれねダメ、見るからにクソゲー漂ってるわ。まあ時計ですからこれリスタート、長押しすると棒が出てきて、あ、渡る。って崖のね広さに合わせて棒を出して渡るっていうゲームなんですよ。あ、順調ですね。順調ですねじゃねえよ。あ、いけるか。わあ、落ちちゃったみたいな ね、 なるほどね。楽しい。他にもですね、今で5種類ぐらいかなゲームがあるんですよ。うん。こんなのもあります。これはね縦画面でできるピンポンゲームみたいな、この球をこうやってモンストみたいに引っ張って、このゴールみたいなところにこう入れるわけですよ。これねやってみるとねマジ意外とむずいの。直接狙ったらポストに弾かれちゃうんだけど、あーやばい、あーみたいな。お、これニューレコード出ましたけどこんな感じでねゲームができます。あとね最新で最近入ったゲームなんですけど、はい、これね面白いです。ボクシング、これね腕につけて
ゴーって押してパンチを出すと自分のパンチの速さと強さがね表示されるっていう、そういうゲームがあるんですよ。ちょっとこれやってみますか。はいはい、ということでね、このゲームやってみます。ゴーって押すと、はい、2、1、これでねカウントされますんで、はい、パンチを出すこれでね計測、お出ました。これ強さ 15.8、はい、ミディアム、マックススピード640。これがねすごいのかどうなのかちょっと分かんないんですけどちょっと俺にもやらせてよ。あ、いいよいいよではトライアゲインで、はい、まあ言うても僕もね元ボクサーですから、ね、負けたらこれシャレになりませんよ。これで OK かな。はい、いきます。いや、そっちかーいもう一度いきまーす。はい、痛そうかかとぶつけてもだから、あれこれどうだったっけ、イサキ。あ、 15.8 ぐらいだったかもしんない。あ、ちょっと負けてますね私の方が強いですね。うん、確かにこれはちょっとやっぱあの階級差っていうものですね。そうですね、そういうとこですよ。はい、ここまでしっかりね、あの出るということで、うん、でもめちゃくちゃ面白いね、こういうゲーム。そう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 、お酒飲みながらやっても楽しそうだね。そうだね、これサウナ中暇しないんじゃない。まあね、残念ながらね、うん、ゲームと心拍数の同時管理はできないんですよ。あー、なるほどね、そういうことね。まあ自分で入ってる岩盤浴中とかだったらいいかもね。そうだね。ということで、まあこれ、うん、ゲームの一種類でした。っていうのが、まあ、ゲームでした。すごいね、すごいよね。でちなみにね、ちょっと言い忘れてたんですけど、はい、今までのね6、7とかってね、これの外し方こんな感じなんですよ、うん、そうだね。こうやってあのバンドとこの本体を切り離すんですけど、今回からね、なんとこの裏側にボタンがありまして、はい、ここを押すことで、はい、カチャン、カチャン、こんな感じでね取れるんだよね。なるほどね、これすごいでしょ。枠がついたってことか。そうなの、だから周りもこのメタルで高級感があるし、うん、ペンダントになったりとかスニーカーにつけたりっていうのもここから実現できてるんですね。なるほどね。これがね、今回あの僕たちがお伝えしたかった、まあ、サウナー目線というかね、うん、そういうガジェット大好きじゃない人から見たスマートバンド8の魅力でございました。はい、ということでね、はい、まあ、これがシャオミスマートバンド8の、まあ、サウナーから見たねレビューというか紹介なんですけど、うん、いかがですか。やっぱでもポテンシャルえぐない。いや、えぐいんですよ。俺さ、ちょっと割引されてたの、5400円で買ってんだよ、うん、これ5400円のクオリティか。すごいよね、マジで。僕もシャオミスマートバンド6買った時がね、多分5900円ぐらいだったから。いや、この7も6もその値段で買ってる。そう、それよりね安いんですよね。おかしいね、驚きですよ。価格を変えずに何なら下げてここまでやってきてるっていうね。そうですね、シャオミの企業努力に感謝ですね。本当にすごいね。だってこんなにかっこよかったら普通に仕事でつけても変じゃないもん。変じゃないね。でも一つ心配なのはさ、これ周りメッキじゃん、うん、これサウナの熱とかどうなの。どうなんでしょうね、まあ、僕はね1回サウナで3セット使っただけなんで、うん、その時はね全然問題なく使うことができました、うん、前はほらプラスチックだったからさ、まあ、熱の吸収もここまで多分大きくはなかったと思うんだけど、うん、まさかサウナに不向きにはなってないよね。まあでもね一応サウナで使うことを推奨されているわけではないので、そこだけは勘違いしないでほしいんですけど、ね、これが壊れたからといって最新型の方が雑魚じゃんとかね、そういうことにはならないよね。そういうことではない、うん、そういうことではない。勝手に使ってるだけだから。でね、うん、スマートウォッチといえば、はい、11月末にはねサウォッチっていうサウナ専用スマートウォッチも出ますから、はい、そっちとね比較してもう雌雄を決するじゃないですけどね、もうどっちが一番のサウナウォッチなのかね、そこもレビューしていけたらと思います。そうですね。ということで我々のチャンネルでは、はい、サウナに関する情報やサウナのレビューを上げています。はい、いいねと思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。